はい、どうも皆さんこんにちは。ナビゲーターの丸太です。イオンシネマエンタメニュースのお時間がやってまいりました。本日はどちらに来ているかと言いますと、こちら栃木県足利市にあります足利フラワーパークに来ております。こちらが今鬼滅の刃のファンの間で聖地として話題になっているということなんですよね。はい、というわけでどのような景色になっているのか早速見に行ってみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こちらの足利フラワーパークはなんと5年連続でイルミネーションランキング全国1位を獲得しているということで、先ほどの藤の花以外にも見どころいっぱいの施設となっております。色鮮やかなイルミネーションが点灯する光の花の庭は2021年2月7日まで開催を予定しているということですので、鬼滅の刃ファンの方はもちろん、皆さんぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。いやまさに、日頃の疲れが癒されるような、素敵な景色でしたね。はい、ここで速報です。そんな鬼滅の刃の劇場版が、ついに千と千尋の神隠しを抜いて歴代興行収入1位に輝いたということです。まだまだこれからも勢いが衰えずといったところですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you!